ツインエンジンジェノスタジオ株式会社ジェノスタジオは、日本のアニメ制作会社。株式会社ツインエンジンの子会社。上海絵界文化電波有限公司は、同社の無議決権株主である。2015年9月29日、アニメ映画、虐殺機関を制作していたアニメ制作会社、マングローブが事業を停止し、作品の公開は、愚か完成すら、危うくなるという事態が発生した。この映画のチーフプロデューサーだった山本浩二は混乱と激動を極めたプロジェクトを完遂させるべく、同年11月にジェノスタジオを設立、自ら代表取締役となった。会社の名前の由来も虐殺機関の英題、ジェノサイダルオルガンのゲノから取られたものである。このように設立経緯こそ異例であるが、当初からアニメーション制作を継続して行う予定であり、2017年10月には3つのテレビアニメーション作品の制作を発表している。なお、代表である山本は、フジテレビの元社員であり、フジテレビの深夜アニメ枠、ノイタミナにも深く関与した人物だが、ジェノスタジオは、資本的には、フジテレビとの関連はなく、当面は、ノイタミナ枠で、テレビアニメを放送する予定もない。ありがとうございます。